リーダーの資質によっていろいろ変わるという話ではありますけど一方、うん、来清徳さんはどんな人ですかという話もあったりはするわけなんですけれどもまあもうあちこちで言われてる話ではありますよね。この後にと 全然全全総統,総統あの陳水編さんの話がちょっと出てくるのでそれもちょっと踏まえてなんですけれどもあの陳水編さんにその来世徳さんの,あの、えっと、経歴について聞いたんですよ。 そしたら、あの、まあ、あの、この後のこの映像を見ればわかるんですけど、基本的に沈水編さん、来星徳さんのこと、ちょっと嫌いなんですよね。<laughs> <laughs> ちょっと嫌いだ、ね、ちょっと嫌いちょっと嫌いだから、あの、じゃあ来星徳どんな人かって言ったら、彼は苦労をしているよ <laughs> すごく苦労をしているよ<ー>で、あの、もう、わしも苦労したけれども、ほら、貧困家庭から来た、うん、あの、叩き上げだから、沈水編も。 だけどあの雷聖徳さんの場合はお父さんがあの炭鉱労働者だけどもすごいちっちゃい時に亡くなっちゃっててでお母さんがもう女手一人で兄弟も何人だか3人だか4人だかわ忘れましたけどをあのもう本当洗濯とかしながら育ててくれたっていう苦労をしてでその上でそのなんだっけあのちょっと忘れちゃったあの台北の近くの,あの名門高校ですよねにあるんだけどそこもなんか1回落ちたんだかなんだかして入ってるんですよね。あそうなん その後、台湾大に入ってるんだけども医学部入ってるんだけども、うん、じゃあ最初は医学部入れなくて獣医学部なんですよ。うんうん っていうあたりのところを、その陳水編さんは、わしは、あの、そう陳水編さん、実はあの人、超エリートなんで、わしは、あの、勉強に関しては全然困らなかったんだけれども、彼は困っていたよ、みたいな。うわ、このじいさ闇だな、と思って。<laughs> で、彼は困っていて、で、その高校入る時も大変だったし、で、大学も、あの、台湾大にやっと入ったんだけども、獣医学部で、で、さらにそこから、あの、転籍をして、医学部に転籍するんだけども、リハビリ専攻だった。 ので出てからもう一度そのあの成功大学でもう一度この学習を取りの医学で学習を取り直してっていうとても大変な道を歩んできたから彼はとても苦労しているんだっていう <laughs> なんか嫌味だなこの爺さんと言 <laughs> う,う話ですよね <laughs> まさておきくメリカあの、うん、台湾の政治家で特にまあ、うん、あのトップ級の政治家ってアメリカで学位を取ってるか、うんうん 台湾でお医者さんをの学位,を、うん、学位というかあの医学部出ているかのどっちかで、うんうん、そういう意味では来成徳さんもお医者さん上がりで、まあ、エリートコースに見えるけれども沈水編っていうさら、うん、なるエリートから見ると頑張ってどうにかこのキャリアというか学歴をつけたんだねみたいな嫌味なななな見方になっちゃうこん,ですんな感じなんで,す、ね、でしかもそのなんていうか来成徳ってもう民進党のホープでしたね。はい で、リードなんですけど、あの、で、その後、じゃあ、この、でも、あの、陳水扁さんもか,かつて台北市長ですから、うん、で、元台北市長として、あの、雷生徳さんの台南市政、台南市長なて、台南市長っていうのは、やっぱり同じ市長としてどう思われますかって、いや、同じ市長とは言うけれども、俺、台北市は直轄市だけど、<laughs> あの,の時の台南市は直轄市じゃなかったとか <laughs> <laughs> 上から言う <laughs> <laughs> ですね。 あのまあ、さておきそんな感じなので、うんまあ、ということは、まあ、あのでもこれって何かを反映していて、あのーまあ、なんていうのかなあの多分台湾の本気のエスタブリッシュメントからするとちょっと多分格が1枚落ちるんだと思うんですよね。うん、あの そこからこの苦労して上がってきたっていうところはすごくあるのかなっていうのとであとまあもう一個そのもちろんその彼はこの台湾独立工作の実務的な工作者ですみたいなことを言ってはいるしはい、はい、で実際まあこの独立派に近いというか少なくともあの支持者にはガチ独立派がいるわけですよね。台南が地盤だしっていうのは あるんだけれどもただまああくまでもそれこれ沈水編と比較するとっていう話なんですけど沈 <laughs>、うん、水編さんと、まあ、でインタビューする前とかって当然その昔の民進党の歴史とかあのいわゆるその党ができた第一世代その最初当該勢力だったのが何とかで党を作ってあの弾圧されながら何とかちょっとずつ地方の選挙とかに進出してあの作っていくわけじゃないですか。 でその第一世代のこの認識とかにもやっぱ触れながら調べていくわけなんですけどでそっからすると,来世とい,うかだいぶ常識的やなっていう感じはするんでマジでまあほ本当にそ,そんな感じであのな何ていうのかなあの、ま、それこそ新水平さん自身はもう今あの民進党では傍流なわけなんですけれども、うん、あの2019年かなんかの20年かな20年のこの あの選挙の時に。 あの、実は、一辺一国行動党っていう超ちっちゃい政党を作って、ボコボコに負けてるのってご存知でした。あ,あ,あ, <laughs> あったんですよね。あったんですよね。うん。で、じゃあなんであれとか作ったのって言ったら、結局、その一辺一、台湾と中国は一辺一国だ。一個一個別の国で互いに連続しないと、まさにそれ言ってましたけど、っていう関係であるっていうことを、あの、もう今なんか民進党はあんま言わないから、わし、言うしかないじゃないか、みたいなことを、すごい言ってて、よ <laughs> は、今の民進党はぬるいっていうのが、うん、あの、この、 おじいちゃん世代、あの、民進党員というか、あの、老党員の認識なんですよね。まあ、あの、で、で陳水兵さんが暴流というのは、あくまでもそれはスキャンダルとかいろいろあったから暴流っていう話で、あの思想の面においては、さして暴流ではないと思うんですよ。うん、あの、特に、この、あの、第一世代の古い人たちと間ではっていうことを考えると。で、むしろ、じゃあ、でもそこで、まあ、結局、この、あの、まあ、蔡英文さんとくっついたり離れたりというのを、 あの来世徳さんをやってきたわけではあるんだけれどもまあとはいえ多分そのもっと上のおじいちゃん世代はおじいちゃん世代では多分なんか煙たい,いんだろうなっていうのをちょっと想像がつく話なんですよね。でそうなってくるとまああ,のあんまり極端なというかあのあの台湾独立第一世代みたいなことを,を言ったりやったりはしないよねっていう安心感を逆に僕は持ってるかなっていう気はしますかね。も、うんうん、もともと来 さんが蔡英文政権の時に副総統に蔡英文の副総統に選ばれた時も、うんうん、ちょっとこ,こ,のこの色物っていうかあの、うん、蔡英文とは合わないんじゃないのみたいな言われ方してたけれども、うんうん、その台湾の中でもその独立に色気っていうか、うん、さっきの陳水栓さんの話じゃないけどもうちょっとガツンとやった,やったらなあかんねんみたいな人を支持層に取り込むために彼を副総統候補にしたみたいな部分あるわけじゃない 台,台湾の人のさアンケートを取るとみんな現状維持がいいっていうのはその、うん、今の中国本土との,その実力差もあってそう思ってるけど心の中でそういう,こう欲望の,その、うん、いっぺん異国になったらええんやみたいな欲望っていうのはきっと、うん、結構あるところはにはあるんだろうねっていう。うんうんうん、ですよね。今回も、うんあの そそれこ来イイト徳さんがトップだからあの何副総統はショウ・ビキンさんっていう超,はい、はい、超国際あのア,メアメリカにめちゃくちゃ顔が効いてて、うん、むしろアメリカからもめっちゃ信頼されてますみたいな人を入れてますから、うんまあ、そこら辺のバランス感覚を含めてうまくやってるんじゃないかなっていう気はしますね。まあ,あのうまくやってるんじゃないかなって言ってもそれはあくまでも党内バランス的にうまくやってる話で、はい、あのもう政治家だから大変なことにはなってますけれども。 いわゆるこの独立か統一かみたいな、まあ、要は結局、あの、外国、日本とかアメリカとかって、あの、台湾の知識がないので、あの、最初にとりあえずそれを言っときゃ、なんか知ってるような雰囲気になっちゃうから、とりあえずそのテーマばっかりで喋るわけなんですけど、そこについてはもう動かしようがないから、まあまあ、あの、民進党なりの現状維持をしていくっていうとこしかないんじゃないかなっていう気がしますかね。 その中国じゃないや台湾の人たちはもっと冷めたというか客観的な見方をしてるのかなと思っていてあこれ台湾の世論調査を軽くまとめたものなんですけれども、うん、T あすいません出所が出てないですけど <coughs> TVBS の世論調査で就任演説後の結果なんですねであの話題になってる「互いに冷蔵せず」っていうのについては64%が支持。 しているとまあこれぐらいはやってもいいやろっていう話なんですけ、ねうん、結構面白いなって私が思ったのは、うん、総統選の時のその1月の時の得票率は40%だったんですね大清、うん、徳さんって。だけど、まあ、今回年演説まあまあよかったんじゃねっていうのが53%で。うんで あの台湾は正しい方向に向かってるでしょうっていうのは45%でだからあの時雷清徳さんに、まあ、こうみ世論調査そんなにサンプル数が多い世論調査ではないから誤差の範囲かもしれないけど、うんまあ、ちょっと多いよっていうのがいなんかこう 完全に台湾の中でさこう分裂してるとか、うん、あのこの発言がどうのこうのっていうよりは、うん、結構冷めてなんか新総統の誕生でまあとりあえず軽く期待みたいな、うん、そのどこの国でもハネムーンみたいな言い方あるけど、うん、新しい政権が誕生した時はそれについてはあの優しく見てあげようかなぐらいのすごい冷静な見方をしているのかなっていう印象はありますね。うん、ですよね。で あの私的にはですね、うん、あの結構私は大体お金の話が好きなのでそのさっき安田さんが言ってたようにその来政徳がどうやって台湾の経済を発展させようとしてるのかっていうのが面白いなと思ったんだけれども、うん、そこでなんか興味を引いたのは人工知能 AI と宇宙で勝つみたいな発言をしてるわけですよ。うんうん これは結構なんか違和感というか不思議だなと思って、うんうん、でもなんかこれをこう突き詰めていくとなんか蔡英文政権の時と違うなんか台湾の追い風っていうかちょっと油ぎっギッシュな野心みたいなのが見えてきて面白いなっていう。人工知能の島って、うんうんうん っていうのはまだわかるわけよ。tsmc があるから、うん、あの。ねうん、まあ、半導体 A. I. に不可欠な半導体ガンガン作って、台湾の主力の輸出製品。これからガンガン作って儲けます。っていうのは理解できるんだけど。うん、う、なんでいきなり宇宙、そして海みたいな話が出てくるわけですよ。うんうん、で、まあ、三つ目、もう一つ、三つ目に挙げたのが、C. P. T. P. P. に入りたいって話。まあ、これは、まあ、普通に理解できるけど。 なんで宇宙なんでしょうって思った時に、うんあのー、演説の中で言っててなんか結構やらしいこと言ってるなと思ったのは地政、うん、学の的変,変化をビジネスチャンスにみたいなことを言ってるわけですよ。 でつまり何かっていうと米中対立によって中国から今デカップリングしてどんどん外資が逃げてるっていうか中国であんまり物作りたくないで壊すみたいに人たちがいるじゃないですかこれがチャンスやみたいな話をすごいしていてでなんで宇宙かっていうとその次,次世代インターネット いいうのは今海洋ケーブルででで結んでるじゃないですか、うん、それを人工衛星であの、うん、海洋ケーブルの代わりに衛星通信を使おうっていう話がまあ、今広がっているんだけど、うん、台湾それをすごい力を入れていてなぜ、うん、かっていうと台湾有事が起きた時に海底ケーブル切られるでしょうって,言って、うん、今までも何度かなんか故意なのか故意じゃないのかわからないけどなんか中国側にた海底ケーブルを切られた疑惑みたいなのでその通信障害もあったりして。うんうんで 台湾はその防衛のためにあの衛星通信衛星インターネットの力を入れてきたんだけどこれ商売になるんやないけみたいなことをまあ言い出してうん、うん、去年その2019年から衛星インターネットに予算つけてたんだけどうん、うん、去年になってその予算倍,が倍増させますみたいな話をして いるとでまあ、宇宙産業を,その台湾を最初は台湾を守るために始めてた宇宙産業をこれは金になりますせみたいな感じで、うん、まあ突撃しているような状況があると。で,、ね、でなんかこの油木主催って、うん、蔡英文政権の時と比べるとだいぶ違うなっていうふうに思っていて蔡英文政権の2012年誕生した時になんか5プラス2みたいな産業計画を言っていて。うんうんで あの国防産業、うん、その潜水艦自前で作りますみたいなそういうのはちょっとおおっていうのもあったんだけど、うん、それ以外はさグリーンテクノロジーとかさ、うん、バイオとかなんか、うん、循環経済とかなんかさ、うん、ソフトというかさそれがいきなりなんか米中対立の感激を縫って、うん、もうけますせに変わってるところの油ぎっしさがなんか。うん 来ののやつの面白さなのかなっっていうのは思った次第でら、ねうんうん、それが成功するかどうかわからないけどただその今更台湾でこうガンガンものが作れるようになるかどうかってよく分からんけれども中国脱中国っていうか中国とのデカップリングで商売になるっていうのをここまで はっきり言ってる国ってそんなにないんじゃないかなっていうのは面 <laughs> う。面白いかなと思います。中国起こった、そっちなんじゃない。お前、何、こう、人の闇に当て込んでんじゃんっていう, <laughs> そう。<laughs> そ,うそ,うそ,うそう、で。評価高いですよね。そう、で、これはなんか終わった際、英文政権なの、あのー、終わった時点での評価なんですけど。倍、え、率、ー、高すぎじゃない?。あ、ごめん、えっ、ー、とね、これは、十六の間違いとか,ですか。ではい。 蔡英文政権が多分ね、52%パーから62%パーかだったような気がします。うん、で、馬英九がそう来て、で、沈水編。これから出てくる沈水編が表が <laughs> あるんですよ。<laughs> っていう。ね、で、その、すいません。私が書き間違えてるから意味がわかんない、うん、パワポになっちゃったけども、あの、来清徳さんはその蔡英文の好感度をある程度引き継ぎながらスタートしたっていう強みはあるのかなと。うん、で 個別の政策評価で見るとあのこれ蔡英文政権の政策評価なんですけれども、うん、あのちょっと意外だったのはあの一番評価を受けた政策がこう高齢者介護の充実だったっていうのですげえなと思いました。うんねうん、だって日本とか他の国で考えてさうちの政権があの高齢者の対策をうまくやってくれましたって評価されてる人の話って多分ないんじゃないかなっていう。うんね っていうところはあります。でもなんかむしろ国際的地位とかがを高めたとかは日本から見ててもすごいよくわかるから、うんうん、これが1位になるんじゃないのかなというふうに思っていたらっていうところであります。ねうんうん、ただ2列目の方がつまり低い評価なんだけれども、うん、あの住宅問題とかあと原発どうするのって漏れてるエネルギー問題とか、あと結構笑ったっていうかやいやこれ台湾も これが問問題題ななんだっていうのがそのオレオレレ詐欺問題みたいなのは結構低評価さミャンマーに連れていかれるとか、ね、<laughs> リアルであるからですよ。っていうこの辺りがあのライ,セイト徳さんも関わらなきゃいけないとこなんだけど、うん、あのこれはねこの辺りの話は就任演説で触れてるものもあるんだけど、うん、我々は力を入れて改善するしか言ってないから何をやるのかさっぱりわからんみたいな。うんうん ところであってなんか結局この辺りが,があの蔡英文政権の時と変わらずなんて言うんですか、うん、あのアキレス腱になっていくんでしょうねっていう感じではありますよね。うんうん、なんかありますかこの政策評価を眺めててやっっぱ詐欺対策に入っちゃいますけどね <laughs> <laughs> これでさなんか中国本土で最近さオレオレ詐欺対策むちゃむちゃ強化しててうん、うん、であ,あの。 銀行なんかちょっと話題になってたのが長春市って中国北部の町があるんですけどうん、うん、そこで銀行に金を下ろしに行った人が「うん、あなたはそのいくらいくら以上のお金を下ろす時はまず警察に行って認可を得てからではなければお金をおろせません」みたいな「うんうん、権威主義許さまじ独裁だ」みたいなうこう批判が出てたんだけど。うん、究極のオオレレ 対策みたいな振り込み前にまず警官の認可を得ましょうみたいなさ、うんうん、<laughs> なんか究極だそうすさまじいことをやっていてでもそれそれぐらいやらないと俺よりスはたまらないのかみたいな、うん、どうすればいいんですかねって、ね、<laughs> 台湾はできないわけじゃないですか日本もだけどできないですねうん、うん、なるほどねということですね 廃棄温泉そんなにこう、うん、台湾で問題になってるっていうのは知らなかったけれど、うん、あでもまあバイクとか凄まじい上にいわゆるこの電動バイクとか EV とかは台湾弱いというかあんまり移行してないじゃないですか、はい、うん、なそれとかなんですかねだからみんな勘違いしてるんですよ根本的な奇襲と速度がべての作戦だって、うん、中立でなければならないって建前になってると